おはようございます。今日は付加価値みたいな話をしようかなと思うんですけど、皆さん卒業アルバムってあるじゃないですか。あれの原価っていくらか知ってますか？知らないですよね。僕もググったんですけど、まあ3000、4000らへんなんですよ。5000とか。でも、じゃあ実際に、いくらで買ってるのか。まあなんかその学費とかに含まれてたりするんかな、よくわからないですけど、まあ親とか払ってくれるんであんま知らないかもしれないですけど、まあ、およそ2万から2万5千らしくて、今ググったら。で、なんでこんな高いかってのはまあまあ置いといて、なんでこんな高いのに払うのかみたいな、ってのを考えた時に、まあシンプルに自分が乗ってるからみたいなところがあるのかなと。だからまあ僕とかもそれこそなんか取材とかしてもらったら、それってもはやなんか一つの雑誌として欲しいってよりも、なんか自分の思い出とか宝物として見るなみたいな。だからなんか2万とか1万とかも出せるのかなとか思ったりして、なんかそういう付加価値もあるんだなと思いました。以上です。